はい、皆さんこんばんは。ウチナータクチャンネルです。今回は沖縄県の中部にあるイオンモール沖縄ライカムのご紹介をいたします。今回はこちら4番乗り場から系統番号110番の串川バスターミナル行きに乗車をいたします。他にも23番や77番、90番で行くこともできます。また空港からなら125番や152番で行くこともできます。125番や152番の方がイオンモール沖縄ライカムの目の前まで行ってくれるのでおすすめかと思います。はい、最寄りのバス停比嘉入原バス停に到着いたしました。バス停降りたらまずはバスが進んでいきました進行方向へ進んでいきます。バス停降りて1分ほど進むとこんな感じで右手に横断歩道が見えてきますので、こちらの横断歩道を渡ってまっすぐ進んでいきます。横断歩道を渡って1、2分ほど歩くと右手にライカムの駐車場の入り口が見えてきますので、こちらの歩行者専用の通路をひたすら道なりに進んでいきます。そしてこんな感じで建物近くの横断歩道を渡ってひたすら建物の方向へ進んでいきます。そうするとこんな感じで目の前に大きいシーサーが出迎えてくれます。今回はこちらの横断歩道を渡って入り口へと進んでおりますが、こちらの横断歩道を渡らなくても右手に通路がありますので、その通路を進んでいくと入り口に行くこともできます。入り口の近くにはこんな感じでお土産屋さんもあります。ちなみに2階にはこんな感じで中庭があります。先ほどお見せしたシーサーはこんな感じで、シーサーで景観を作る会という団体が設置をしたものだそうです。シーサー一個一個にどなたが作られたのかという名前まで書かれておりました。そして中庭からさらに先へ進んでいくと下り坂へと進んでいきます。その下り坂を進んでいくとまた入り口に戻ることができます。
そしてこんな感じで先ほどのシーサーから進んだところにもシーサーがいくつか並んでおります。続いては屋外になっている5階をご紹介いたします。5階には主にレストランやジム、ワーキングスペース、あと駐車場なんかがあります。5階からさらに上に行ける階段がありましたが、こちらの階段は行き止まりとなっておりますので、6階に行くことはできないようです。ちょっと順番が前後しますが、1階の入り口付近にはロフトや、あとデジグアルという洋服屋さんがあります。そして H&M もありますが、こんな感じで1階と2階にあります。こんな感じで5階にはお子様が遊べるスペースなんかもあります。そしてこちらは1階の入り口付近ですが、こんな感じで魚が見れるコーナーもあります。続いては1階の奥の方まで歩いていきます。この先にはユニクロや GU、ニトリ、タリーズなんかがあります。続いては2階へと向かいます。2階にはこんな感じでイオンスタイルのスーパーがあります。そしてこの先にもカフェやお土産屋さん、あとは洋服屋さんなどいろいろな種類のお店が並んでおります。
で3階と4階にはフードコートがあります。そして4階にはこんな感じで映画館があります。こちらフードコートですが、こんな感じで外に出ることもできます。そしてこちらは動画冒頭の方でご紹介しました中庭から入り口の方に進んでいく道の途中にあります建物ですが、こちらの建物の中にもこんな感じでお店がいくつか入っております。そして中庭から入り口へ行ける道の途中にはこんな感じで観光案内所もあります。そしてライカムの目の前にはこんな感じでバス停もあります。系統番号152番の高速バスと125番の通常の路線バスで那覇空港へと向かうことができます。あとは96番でアメリカンビレッジへも行けます。そして60番に乗ればコザなど沖縄市へと行けます。沖縄市へは21番でも行けます。21番に乗れば具志川方面へと行けます。そして93番に乗れば沖縄市やあと海中道路があるうるま市へと行くことができます。はい、というわけでここまでイオンモール沖縄ライカムをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。飲食店や雑貨屋さん、お土産屋さん、洋服屋さんなど様々な種類のお店が並んでおりますので、沖縄県民の方、観光客の方など様々な方が楽しめる場所となっているのかなと思います。また路線バスも充実しておりますので、観光のついでにちょっと立ち寄るなんてこともできるのかなと思います。ぜひ来てみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。